え、でちなみにあのチャンサヤは何がメインの人なの？エビスマスカッツです。あ、そうなんだ。歌って踊ってるってこと？知ってますか、エビスマス？え、知ってます、知ってます、よくやっぱ、ね、一緒になったりとかお仕事でもするから、知り合いもいます。誰が知り合い？小林ひろみちゃん。うわー、治安悪い知り合い。治安悪い、そうなんですよ、すいません。治安悪い、治安悪い。マスカッツの歌好きすぎて私ライブも行ったことあるんですよ。へえ。もうメンバーかと思うぐらいもう踊って。入れるんちゃうか。マオマオとなんかその共通の友達、何人か 4,5 人ぐらい誘って来てくれて、でマオマオ以外の子たちに聞いたら、あいつなんか最初関係者の後ろのとこだったのに急に、おい行くぞって言って。ライブハウスやから、こう行って中まで行って思いっきり踊ってたんです。すごいよ、小山のお宅。そう、周りのお客さんもなんかなんで私関係なし踊って、そうエビスマスカッツでライブ終わりやったんですよ。ライブ終わりやってありがとうなってて、そこで初めて新曲披露したのに、完璧ですごいすごい、すぐ入れる、すぐもうね、わーと思って、曲だと思って覚えた、覚えました、才能やな。でアンコールもして、また歌ってくれたんで、その頃にはもう踊れる。え、すごいすごいな、なんか披露した方がいいぐらいの才能。そう、本当に。でなんかしかも、チャンサエ、あのわわわわのクロちゃんと歌を出してるんですよ。え、すごい、そんな出してんの？そうです。何やったっけ、あれタイトル、デュエット、だって恋だし。いや、何ですか、どんな歌、何ですか、何ですか。すごい受けてる。だって恋だし、何ですか、ね、掛け合うんですよ、二人で。なるほど、はい、歌いながら掛け合ってて、恋の歌になってます。ラブだし、ラブだし、はい、そのクロちゃんとの、あのもうチャンサイ仲いいんですよね、はいはい、で、その一回クロちゃんをドッキリにかけるっていうやつがあって、で、アベマで、その回が、一番見られた視聴数なんですよね。すごい。なんかね、なんかの記録を更新したみたいな。そう、すごい。アベマで一番見られてるんですよ。あ、でもね、チャンサイ全然酔っ払ってないじゃないですか。うん、今チャンサイの酔っ払った姿ちょっと見れるやつがあって。何？サイチャンネル。サイチャンネル。サイチャンネルが酔っ払ってんの？あのね、モーニングルーティンがあるんですけど。モーニング。はい、モーニングルーティンがね。うん、ものすごいね、初めて見るモーニングルーティン、まずね、飲んで帰ってきたとこから始まった。いや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 、モーニングルーティンってもっとさ、なんかさ、おしゃれなやつじゃないの？違うんですよ、だって朝って、寝てます？そんな朝起きてます？どういうこと、どういうこと、夜に寝て朝起きてる生活してます？いやもうそれがよ、自粛がね、始まってコロナの期間が、はいはいはい、仕事もなんもないですってなったら、逆転するよね。ですよね。うん、でもあれ自粛前、あれ言い訳ゼロ。なんだっけあれ、ね、あれ多分自粛前じゃなかっただなと思うんですけど、すいませんちょっと怖いです。見れませんって自粛って言うとけって夢がね。自粛だった。ちょっとそのさえちゃんのモーニングルーティーン見てみようか。神崎の朝モーニングルーティーン、あらら、かわいい部屋にスタート玄関、はい、いや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 、おえつリアルって書いてますけど、もうね、多分ね、早く部屋入らないと廊下で撒き散らす。早朝3時、はい、いやいやいや、まだ、ね、靴も脱いでないけど座り込んで脱げるかな、リアルやな。だるいよな、ヒール履いたのにいてね、だるいですよね、それマジでだるい、わかるよね、女の子の諦めた、わかるわ、動くのだるいもんな、
寝た玄関で寝た40分帰宅して40分だいぶ早めの就寝一旦ねわかるわ初やらなあかんのはわかるよなやらなあかんと思いつつなそうちゃんとせな電話してるんですよ誰かにバオバオやん誰ってえ、じゃあさ、サイの好きなところ10個やっけ足が細い、一番目なんやフカキョン様にめっちゃ似てるんだ確かに酔っ払ってたら何でもいいんじゃないかな。ほんまに。可愛いですよね。好きなとこ言ってて可愛い。可愛い。次の日仕事なら来へんからそう仕事前はテキーラ何時まで行けいやいやいや飲まへんのちゃうテキーラは酒朝早かったらテキーラは8杯までなのそういうことかな本当になるほどねじゃあ続きはちょっと皆さん見ていただいて、はい、お願いしますとにかく玄関でねそうそうですよリアルやな、はい、自分かと思ったリアルモーニングルーティンやってほしい人大丈夫かな大丈夫かな大変でもやってたね嘘みたいなモーニングやべえや嘘みたいなやべえやあれは嘘やったあれあ本当ですよ、うん、うんうんうん嘘飲め飲め嘘でした飲めゆうちゃんは玄関で湿気したで有名ですよね、はい、有名じゃないですいやでもこれは多分さえちゃんなら湿気したことあります？え、ないですすいません待って一縷の望み推し女子ですか推しが負ける珍しくねデニムを履いてたんですよ、うんうん、でデニムってこう脱ぐのに時間かかるじゃないですか、うんうん、でこうお家帰ってるぐらいあもうこの家の近くやなっていうぐらいでもう限界を突破してて、はいはい、であと一歩玄関から一歩行けばトイレだったんですけどちょっとデニムが煩わしくてねそういう作品ですかデニムで湿気ってなんか作品ですか違うまだそこまで踏み入れてないとどまってるいやあの人気作品人気ちゃうとどまってるとどまってる全然シリーズかもしれない湿気解禁いや湿気解禁でいい不満でよろしいいい不満でとよ解禁してへんから全然どこにも出してない情報これ結構じゃあ酒飲みなんやお酒って好き大好き大好きあー好きそう良くないの仲いいよ仲良してもらいたいです仲いいよ仲いいよ私この間さあの同級生高校の同級生と Zoom で飲もうやって言われて、うんうん、飲んだ時に私以外みんな結婚しててんやんかほとんど地元、うん、大阪で田舎の方やからさ、うん、分かるみんな結婚してなんならもう子供 2,3 人とかいて再婚も言いますよねそうちょっとゲー吐きそうになったねえゲー吐きそうになったおもろえめでたいじゃなくてゲー吐きそうそんな現実しんどみたいいや確かに、うん、地元きつい地元怖い帰るたびに悩まされる悩まされるほんまにあもう10ヶ月なんやそう2人目おめでとうほんまに3人目とかいるだからうん元気っつってポッポッポッそうみんなポッポッポッそれうちらそれうちら違う違うそっちじゃないそっちじゃないかこっちかそういやすごいな、うん、いいですよねいいよなんか憧れる結婚なんて理想ですけどね、うん
代官山で犬のお散歩みたいな、あめっちゃでっかい犬とそう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 散歩して、はい、うん、で、あの旦那さんが帰ってくるまでに、うん、煮物とか前日から煮てるやつとか、うん、で、1週間はやる頑張れ1週間は経ってみたい、もうちょい頑張れ、料理しやすいキッチンやったらな、うん、あそう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 、そうですね、はい、でもカンカン並んでんねもんな、ママドリンクバーコンロにマジでなんかダスキンとか予約した方がいいかな、やってもらおうとしてるやん、プロに一回頑張れ、いけるいけるなんか家はなんかすごい綺麗な家なのに、うんうんうん、それ無駄遣いしてて私はすごい腹立たしい二日酔いの飲みすぎた日は、うん、洗面台が詰まってるんで、でちゃんそれに連絡して洗面台でするんですよ。どれじゃなくて、はい、うん、台がなちょっと高さやかな。そうですよ。うん、見ますか、うん？洗面台の写真あるんですけど。なんであんの？見ますか？いやいや。なんかイメージで言えば、うんうん、サザエとかの一番根っこの汚い。くるんってなってるとこ、そうくるんってなってるところが分散されて、いやいや洗面台に全部こめりつけてる最悪や、面白いそう、そう、いや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 、怖い怖いっていうイメージです、はい、塩分も効いてるんで、そうやな、ちょっとしょっぱそうな感じや、はい、結構磯の香りもあってなんで自宅で東京都でやばいです、私ヘロヘロありがとうな、先生先生もう鼻も口も全部開けたくなさそうにして手袋してって一生懸命こう優しい、そんな人おらんよ、ちょっとベッドシーツにもマーキングしてて逃げろ